はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうと思っています。本日は杉田水脈ですね、杉田水脈議員を叩いていこうかなというふうに思ってるんですが、彼女はさ、差別的な発言が多いじゃないですか。その裁判の結果が出てね、ざまみろと思ったので、そちらの方を皆さんに共有したいなと思うんですが、まあその話をする前にふとね、気になったニュースがあったんですよ。全く関係ないんですけど、国民民主党の玉木代表ですよね、トリガー条項凍結解除ですよ。まあそれをやろうぜということで総理に直談判したわけですよね。それが年末の臨時国会で約束をしたんですかね、国会の中 で岸田さんも検討するために再度三者協議を再開することを検討したいと思いますなんて言ったじゃないですか。自民党、公明党、国民民主党の、まあ、3党でトリガー条項をどうするかという話を、その協議をね、協議の場を設けようと前向きに検討するという話をしたときに、国民民主党の玉木さんがぜひお願いします、このトリガー条項は私の政治生命をかけていますなんてことを言ったわけですよ。で、大きなニュースになったんです。で、もう1年前ですかね、2年前ですかね、1回やってるんですよね、三者協議というか、自民党、公明党、国民民主党の三者協議でトリガー条項の凍結解除をするかどうかと。結局あれまた棚上げになったんですよ。棚上げになって今現在に続いてるんですけれども、その冬の臨時国会の時にその話が出て、三者協議を始めますと、検討しますと岸田さん言ったけど、自民党の中からね、もうついこの間も三者協議をして棚上げしたじゃないかと。それをまたやったって、結果同じでしょうということで、三者協議に後ろ向きだったわけですよ、自民党とかはね。でも岸田さん自体はその、まあ、表向き上ではね、協議を再開することを前向きに検討しますなんて言ってたけれども、結局自民党は思い越しを上げずじまいで、三者協議は空中分解ですよ。で、玉木さんはさ、トリガー条項に政治生命をかけるとか言っておきながら棚上げされたわけですよね。まあ、その後の玉木さんの、まあ、責任の取り方というかさ、政治生命をかけたんだからどうするんですかという話にもなると思うんですが、今回は立憲民主党と国民民主党の両党でトリガー条項についての協議を再開するみたいな話が出てきたんですよ。これでまた再燃ですよね。この前の政治生命をかけた話どうなったんですかと、結局あれ棚上げになりましたよねと、どう責任取るんですかみたいな話が出てきてるわけですよ。まあ玉木さんにとってはトリガー条項というのはね、それこそ政治生命をかけた一大イベントだと思うんですけれども、それが前に進まないということでね、どうなるんですかね、これまた棚上げされたらさ、国民民主党支持率下がるんじゃないかなと思って、まあ、その辺の心配はあるんですけれども、まあ、玉木さんの動向にね、注目していきたいなと。そして本題ですね、今日の本題は杉田水脈ですね、水脈が誹謗中傷の投稿に対して最高裁判決が出て、いやいやあなたは悪いですよということで55万円の賠償命令が下ったということなんですよ。最高裁判決ですね。これについてネットがまたざわついてるわけですよ。まあざわつきますよね。あれだけのこと言っておきながら、結局最高裁判決でお前賠償命令出たじゃねえか、杉田これだみたいな話になると思うんです。その杉田水脈が麻生副総裁ですよね、川上外務大臣に対して結構さ、年齢的なこととか見た目的なことについて会見の場だったんですかね、言ったじゃないですか。それが大炎上ですよね。それはそうですよね。おばさん呼ばわりしたりとか、見た目はそうでもないけれどもとかさ、見た目についてもさ言うわけです。何を考えてるんですかと、副総裁ともあろう人がさ、年齢のことおばさん呼ばわりとかさ、陰で言うにはいいよ、居酒屋で言うにはいい、家の中で言うには自由ですよ。でもね、その公の場でそういう言葉を使うってどれだけ人を見下してるんですかと、まあ、いうことじゃないですか。それで炎上して、麻生さんは2月2日にそれをね、なんか撤回したんだって。いやいや、そういう意図はなかったんだと言いつつもね、撤回したんですけど、杉田水脈はこのことに対して、ご本人ですよね、川上外務大臣は気になさってらっしゃらないということなので、本人が気にしないということであれば、これはハラスメントや差別発言にならないんじゃないんですかみたいなことを言って、今度は杉田水脈が炎上したんですよ。まあ、そのあたりの記事があったので皆さんに共有したいなと思います。これはフラッシュの記事ですね。タイトルが、中小投稿にいいね繰り返した杉田水脈議員が敗訴確定しましたと、麻生発言擁護で相変わらず疑われる人権感覚ということなんですよ。もうね、なんだろうね、この人ね、本当
当迷惑ですよね。でも迷惑なんですけど、ツイッター内ではねコアな支持者が結構いるんですよ。杉田推しの支持者がさ、まあ不思議な話ですよね。人間って面白いなと思って。冒頭部分です。ジャーナリストの伊藤詩織さんが SNS での自身への中傷にいいねを繰り返したとして、自民党の杉田水脈衆議院議員を訴えた裁判で2月8日杉田水脈議員の敗訴が確定したということです。まあ一審ではそんな悪いことじゃないんじゃないですかというふうな感じで杉田が事実上勝った形なんですけれども、高裁ですね、東京高裁からの2審では杉田議員が過去に伊藤さんを揶揄する発言をしていたことなどを踏まえ、加害の意図を持っていいねを押したと認めたと。そして逆転勝訴判決ということで伊藤さん側が勝ちましたと。で杉田には55万円の賠償を命じる判決が下ったと。それで杉田議員は上告したんですが、2月8日付で上告が棄却されたことで、まあ、最高裁に棄却されたということですよね。55万円の賠償を命じた判決が確定したと。最高裁がいいねを押した行為に対する賠償責任を認めるのは初めてのことですということで、確実にこれ負け決定しましたよということなんです。まあそらそうですよね。いいねを押すということはさ、基本的にはその投稿に対して共感したからいいねを押すわけですよね。でも自分が投稿したポストに対していいねを押す行為というのは、そのコメントに対して共感というよりも、確認しましたよ、見ましたよ、ちゃんとコメント見ましたよという意味合いも込めて、自分のポストに対していいねを押すことはあっても、人のポストに対していいねを押すということは基本的にはさ、共感しましたよ、その通りですよという思いがある場合にいいねを押すわけですよね。だからこの2種類のいいねがあると思うんですが、杉田議員はそういう誹謗中傷のポストに対していいねを押しまくっていたということなので、これは確実にやっぱりそういう思いがあって、加害する思いがあったということが認められて、最高裁判決が下った、最高裁で棄却されて賠償が確定したということですね。ざまみろということです。でここですね、つい最近も麻生太郎自民党副総裁が1月28日の講演で、俺たちから見ててもこのおばさんやるねーと思った、このおばさんという言葉ですね。でそんなに美しい方とは言わんけれどもなどと、川上陽子外務大臣ですね、容姿や年齢を揶揄する発言をしました。とんでもないですよね。麻生氏は2月2日に発言を撤回しましたが、杉田氏は2月3日自身のツイッター X を更新して、以前よりセクハラ等のハラスメントは受けた人間が嫌だと思ったら成立するという説明がずっとなされてきましたと。言われた本人が何とも思わなかったら、そもそもハラスメントでも何でもないのではと投稿したというね、本当トンチンカンですよね。こういう人が国会議員ってありえないんですよね。本当にそのハラスメントかハラスメントじゃないかということをね、判断する前に人に対してね、そういう会見の場、公の場でおばさん扱い、おばさん呼ばわりとかさ、容姿に対して美しい方とは言わんけれどもとか言っていいか悪いかぐらいはさ、そのハラスメント云々ではないですよね。普通にさ、普通に人として考えて、そういう公の場でそういう言葉を言うことはちげえよなと思うことが一般常識というかね、人としてというところだと思うんですよね。それを本人が何とも思ってないから別にいいんじゃないって言い切ってしまう杉田のこの感覚ですよ。おかしくないですかと。まあこういう発言をしてさらに炎上したわけですよね。まあ麻生さんはいい迷惑かもしれない、2月2日に火消しをかかって撤回したのに、2月3日に杉田水脈がこういう投稿をしてまた炎上して、で探られたくない腹を探られるわけですよ麻生はね。こうやってたまったもんじゃねえよなと思うけど、どっちもどっちなんですけどね。でも杉田水脈のこの人が、そのハラスメントを受けた本人が別に気にしてませんよといえば、それがハラスメントじゃないんじゃないのということ自体がおかしな話で、やっぱりさ、言っちゃダメなことってあると思うんです。さっきも言ったけど、自分の家とかさ、居酒屋で言っていいか分かんないけど、自分の家とかで独り言のように言うのはその人の自由ですよ、発言の自由だと思いますよ。まあ言うのは本当に良くないかなと思うけど、でも独り言とかさ、家の中で言う分には誰に迷惑をかけるわけでもないじゃないですかね。だからまあいいとしてもさ、その公の場でそういうことを言っていい
いいかどうかがわからない麻生ですよ。それを擁護する杉田ですよ。こういうなんだろう、人という感覚というかで、言っていいことを悪いことをどこまで言っていいのか、これを言ったらどういうふうに思うのかと、相手はそう思わなくても、それを聞いた周りの人たちが嫌な思いをすることもある。それも立派なハラスメントじゃないですか。だから僕は増税メガネという言葉も嫌いなんですけどね。だからそういうことを分からない人がいるってね、どうかしてるよと、もう少し一歩引いて考えてみませんかと、人としてというところだと思うんです。だから杉田水脈まだまだね、議員生活続けると思うんですけど、ぜひ衆議院選挙ですよね、次の衆議院選挙で落ちていただきたいなと。まあ一部のコアなファンに支えられてる部分はあるんですけどね、もうぜひ落選していただきたいなと思っています。以上です。ありがとうございました。